今回はですね、ホームレスを排除した結果というテーマでお話ししようかと思います。まあ、前回までとね、全然様相を呈するわけなんですけど、変えるわけなんですけども、ちょっと気になることがありましてね、このゴールデンウィークなんですけども、まあ、いろんな感染症対策なり、まあ、政府のね、ちょっとダメダメな決定とか指示によって、救われない人がかなりね、増えてきたなという感触を私得てるんですよね。もちろん私のところに届くご相談もちょっと悲痛なものがあったりで、何名かの方はね、多分お亡くなりになったんだろうなということを感じざるを得ないような状況があったりとかして、非常に心が痛い思いがするわけなんですけども、私ね、こう見えても2年間ホームレスをしてるわけなんですよ。平和公園でです。広島の平和公園ですよね。原爆資料館とかあるところです。あそこの一角でホームレスをしていてですね、そこで私がなんでホームレスができたかっていうと、先輩ホームレスがいたからなんですよ。で、広島のその平和公園にずっとね、長年お住まいになっているホームレスの大先輩、そこには序列があって階級があるんですよね。でもそれぞれ元々はですね、この社会に羽ばたいて大きな夢を持ってね、そして多くの実績を作った人なんですよ。だから実力はかなりあるんですよね。でもそういうものの中から様々な理由でですね、離脱してホームレスを選んで、そして幸せなホームレスとして暮らしているんですよ。幸せなホームレスですよ。仕事があって不満が多い人よりも随分幸せに暮らしているなと私は思いました。一つにはよくね、ビジネスマンが言いますけども、プライドを捨てなければビジネスできないよとかね、人に頭を下げることとか、そんなプライド守ってどうなるんだとかね、今まで自分がずっとやってきたことをプライドが、なくなるからといってずっとその過去を踏襲してね、同じことを繰り返してもうまくいかないと、新しいものを取り組んでいかないとみたいなね、で若者に学ぶようなそういう精神もないといけないよみたいなことをビジネスしてる方聞くと思うんですけど、結局できないですよね。で、究極プライドをなくすとどうなるかっていうと、ホームレスで幸せに暮らすっていう方法も選択肢に入るわけなんですよ。そこには何のしがらみもなくね、誰の目をはばかることもなく、一定の礼儀仁義を守っていればお互いに助け合える存在になれるんですよ。で、そこにいる方ってのはおそらくですよ、炊き出しとか、いわゆる今で言うとね、大人食堂とかに行かないんじゃないかなと思うんですよ。で、今ね、ちょっと気になったのは、ゴールデンウィーク生活困窮者へ弁当など配布、異例のゴールデンウィーク行列みたいな感じでね、 YouTube のサムネイルが出てるんですよ。まだ動画見てないですけどね、概要欄につけておきますので、私の代わりに見ていただければ幸いでございます。で、ここでね、私が言いたいのは、私はホームレスの先輩がいたんで、ホームレスのやり方を本当に細かく教わりました。で、そこの常識とかね、私たちが知らないいわゆるホームレス界のこととかね、そこからつながるいろんな業者とかね、それからホームレスながらに収入を得る方法とか、収入じゃないんだけども食品とか衣類とかをもらえる方法、もう様々あるわけですよ。手に入らないものはないんですよね。ただね、今回大人食堂うんぬんかんぬんっていう動画がちらっと見えた時に、私思うのは、ホームレスが激減することによってですね、こういった人が生まれたんじゃないかなと思ってるんですよ。私の場合は公園で寝泊まりしてる間に、夜中になるとね、ここはわしの場所だっけ、あんたちょっと向こうに行ってくれ、あそこは誰もいないからみたいな感じで縄張りみたいなのを教わることもできたんですよ、ね、で、ホームレスをしてるのか一時的なものなのかってことをちゃんとね、見分ける先輩ホームレスの方っているんですよね。で、あとね、励ましですよね。ここでホームレスをするのもいいけども、あんたはまだチャンスがあるからやってみたらいいよっていうふうにね、アドバイスをしてくださったりとか、まあ本当にね、なんか温まる、心温まる話とかね、励ましとか、何のね、欲求、見返りを求めないような大切な、アドバイスをいただいたりとかね、すごいなと思いましたね。で、今平和公園にホームレスっていないみたいなんですよ。ずいぶん排除されちゃったみたいで、当時私がやってた時は、その、まあ、市から来るのか県が来るのか忘れましたけども、その平和公園をね、管理する人がたまに来て、ホームレスがやっていけるようにアドバイスしてくれたりするんですよ。例えば、昼間は観光客の人が来て、雰囲気悪くなるから、ごめんなさいけども、昼はなるべくいないようにしてねと。そうすることによって、あなたたちのこの住所ってのは守られますというふうに、こっそり教えてくれたりね。あと、郵便物を届けてくれたり、するんですよ。平和公園行きで、すごいでしょ。だからね、選択してホームレスになる自由もあったんだなと思います。ただ今
そういった路上生活者とかがオリンピックの影響で排除されたことによってね、要するに海外から来る人にはいいとこしか見せたくないっていう形なんですよ。もう正直なところ見せればいいと思うんですよ。日本はこうですよ、先進国ではないですよと、うん、それこそ発展後進国ですよ。これから途上国ではなくて発展下落国かな、発展転落国かな、これから本当落ちこぼれ国家の、入り口に入るみたいなところね、もうその真実を見せればいいと思うんですよ。いいとこばっかりしか見せないから見え張って、だからこれもプライドを捨ててないところですよね。日本という国のプライドを捨ててないところ、やっぱね、一つの国があるってことは、そのニューヨークとかマンハッタンじゃないんですけども、ものすごくねきらびやかなところもあれば、同じ地区に夢果たせずね、ちょっと暮らしに困窮してる方とかね、でしかも困窮してるのにそれを楽しんでる方とか、マンホールハウスに住んでる方とか、本当にさまざまな人がいるわけですよ。それが一つの街の姿だと思うんですよね。それは取りもなさず一人の人の心を表してるんではないかなと思うんですよ。いいこともあれば悪いこともあると、きらびやかなとこもあれば人に見せたくないような部分もある。でも全部をさらけ出して一人の人間、一つの町、一つの国ができていると思うんですよね。まあ、ですので私はね、結論としてこう思いたいんですよ。自分にとって不都合な時代があっても、それは人生当たり前だと、ね、そんなことが全て、そんなことがずっと続くと思わなくていいと、全ては自分が選択した人生に向かっていくんだってことなんですよ。金持ちになりたければ金を稼げばいい、金を稼げば金持ちになる、単純な話でしょ。金を稼がなければお金がなくなっていく、単純な話ですよ。それだけなんですよ。じゃあお金を稼ぐために何すればいいんですかと、ビジネスをするというね、具体的になってくるでしょ。じゃあビジネス何すればいいんですか、いや YouTube やったらいいんじゃないですか、ただだし、スマートフォン持ってるでしょ、すごく具体的ですよね。で実績あるんですかと、はいあります、 YouTube だけです、私は YouTube です、更新いっぱいしました、人気の動画がその中にも分かれてきます、見たくないという評価の動画もあります、いろいろ分かれてきます。まあ、それしかないと思うんですよ。何をやってもこうなんですよ、うん、だからビジネス以外でお金を稼ごうと思うと非常に難しい。誰かにくださいっていうしかない、おこぼれをちょうだいとかね、うん、それこそクレクレ星人やるしかなくなってくると。でももらえないですよね、なかなかね。クレクレ星人にあげるあげる星人がマッチングすることあんまりなくって、でもちょっと身近なところを見ればビジネスでマッチングする人多いわけですよ。何かをしてあげるから対価をくださいっていうもので世の中できてますからね、大半、うん。まあ、そう考えると私はね、ホームレスの排除、これがですね、いわゆるプライドを守るために、本当にやるべきことを失ってしまってるんじゃないかなってところにまで考えが及ぶんですね。で私もね、今ね、暗号通貨はじめ FX その他の投資案件の金利や利回りでやらせてもらってますけども、だけどもね、10年前は毎月借金が100万円以上膨らんでいく単なる多重債務者ですよ。多重債務者からここまで来るのに数年で良かったわけなんですよ。じゃあなんでそのね、数年でそんなことができるのか。住宅ローンなんて普通35年人生をかけて返済するもんなんじゃないのか、なんでそんなのがね、家一軒一発で買えるんだと、うん、そうなんですよね。 YouTube があったからなんですよね。 YouTube なんですよ。 YouTube やればいいんじゃないかなというところで今回の結論になります。ただしホームレスの方は YouTube できないでしょ。だからこの動画見てるってことは、あなたはホームレスじゃないはずなんですよ。まだできると思うんですよ。で手も足も出なくなる前にね、やっぱやった方がいいし、やる以上は成功させた方がいいと思います。成功させるとお金がないっていう状況からはとりあえずなくなって、お金があるっていう状況になると。お金があればさらに人のために何かをして対価を得るっていう手段が、ね、増えると思うんですよね。ということで今回はホームレスを排除したらみたいなね、テーマでいろいろと話を広げてみましたけども、どのようにお感じになったでしょうか。しばらくねこのテーマちょっとやってみようかなと思うんですけども、まあとりあえず動画概要欄から動画の方をご覧ください。私もこれから見ます。